皆さんこんにちは。改めまして太鼓芸能集団鼓動の時代淳です。同じく太鼓芸能集団鼓動の渡辺千尋です。さあ始まりましたアースセレブレーション2020。今年はオンライン配信ということでね、皆さんにね、はい、直接お会いできないのは少し寂しいですけれども、このオンラインならではの企画も盛りだくさんでご用意しておりますので、はい、どうぞ最後までねお楽しみくださいませ、はい、そしてですね今回はこのシールドを着用してお届けいたします。はい、ちょっとねあの慣れてないもので、あの滑舌がね、はい、ちょっと喋りにくいです ね、 そうですね、滑舌が悪くなってしまうかもしれないんですけれども、そこはねご愛嬌としてご容赦いただければなと思いますよ。はい、はい、お願いします。それではですね今回のこの企画はですね、はい、鼓動の本拠地に潜入ということで鼓動村の様子をご紹介いたします。なるほど、はいはい、普段私たちメンバーはこちらの稽古場でさまざまな公演に向けて稽古しております、はい、今日はですね稽古場ではなくこちらの本部棟です。本部棟の中に事務所がありまして、今日はそちらをご紹介いたします、はい、この事務所ではですね制作さんやチケットさんなどさまざまな人が働いております、はい、私たち鼓動の舞台をですね影から支えてくださってる皆さんですね、はい、そうですね、はい、いろんなお話を伺えればなと思っております。はい、それでは早速、はい、行きましょうか。はい、イエーイ。ジュンさんそっちじゃないです、こっちです。階段を下ると、はい、皆さんこちらが鼓動の事務所になっております。皆さん仕事されてますね、はい、では早速制作担当の後藤美奈子さんにお話を伺ってみましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。美奈子さんは鼓動の制作を担当されておりますけれども、はい、その制作について少し説明をよろしいでしょうか。はい、私は主に国内の公演の制作をしています。鼓動の舞台の種類2つありますけれども、大きな劇場さんとかでやるワンスツアーのような公演と、あと交流公演、学校さんに伺うことが2つ大きな柱になってます。それ以外にイベントの仕事だったりっていうのもありますけど、はい、秋からはですね鼓という公演が予定されておりますけれども、その準備を今ちょうど進めていただいている最中ですよ ね、 すね、はい、今まさにその作業をしてて、ただ今この新型コロナウイルスの影響があるので、はい、なかなか準備が進まないというか、実際どんな風に公演ができるかっていうのがすごい手探りな状態です、はい、まあでも一日も早く ね、 ね劇場で公演できるようにっていうのを思って、はい、それをこう祈る気持ちで準備してます。そうですね、はい、なんかこの制作のやりがいだとか、うん、これからの意気込みみたいのってあったりしますかね。私学生時代は先生になりたいと思ってたので、今こういう仕事をしてますけど、はい、やっぱりこういう形でも学校だったり子どもたちに関われることってすごい嬉しいなと思っていて、うん、学校の仕事はすごいやりがいのあるというか、はい、楽しい仕事の一つです、はい、まあ、あとお客様がこう笑顔で帰られたりとか、こう元気もらったよとか楽しかったよって言っていただけることはすごい私たちの楽しみだったりやりがいでもあるので、うん、そういう公演を一つでもね多くしていきたいと思いますし、ご覧の皆様の町や学校にも私たち伺いますので、はい、そんなお問い合わせもいただければと思います、ね、はい、いただければと思います、はい、後藤美奈子さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。それではですね続いて海外の公演について伺ってみたいと思います、はい、海外担当の梅垣さんですね、はい、よろしくお願いします。お願いします。海外ツアーはどのようにして作られているんですか。はい、海外のツアーも国内と一緒で、まあ、ほぼ2年かけてずっとブッキングをしております。今鼓動はアメリカとヨーロッパツアーっていうのを各年でもう30年くらい行っていまして、で去年は中国ツアーっていうのも19年ぶりに各地のエージェントと一緒に公演を作っていくお仕事をしてます。そうなんですね。何か制作する上で海外特有の大変なことってありますか。そうですね、やっぱり海外は和太鼓をもうコンテナに乗せて全部こう
持っていかなければならないので、やっぱり輸入とか輸出するためにいろんな手続きが必要ですね。あと人も同様で、私たち行くとき必ずビザを取って行くんですけども、ちゃんと太鼓と人っていうのがその国に行けるように手配するっていうのがやっぱり海外特有ですかね。はい、何か海外で楽しいこととかどうです？制作してみて日本と違うなみたいな。そうですね、やっぱり海外の人のリアクションっていうのもやっぱり独特ですし、スタンディングオベーションとかもすごく多いですし、やっぱりこう芸術というかこういう和太鼓というかは人の心を素直に打つんだなっていうのを感じた時には、ちょっと私も現場で涙が出たりとかしました。確かにね、なんかそういう反応とか見るとやっぱりなんかこう和太鼓やっててよかったなって思うよね。そうですね、はい、なんか今後も今52カ国鼓動は行ってるんですけども、さらにもっと60カ国70カ国目指してみんなと一緒にツアー回りたいなと思ってます。ぜひ皆さん海外にも海外公演にもお越しください。はい、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあどんどん行きましょうか、はい、行きましょうか。続いてはそれではですね、続いて4月に入社したばかりの、はい、こちらにいる池山空美さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。ででん、はい、空美さん研修生だったんですよね、この間の1月まで。はい、何期生でしたっけ？37期です。37期。ちなみに千尋は34です。34、はい、僕は30期です。まあ、特にね、何もないんですけども、特に、はいはいはい、研修生の時はどうでしたか？稽古も生活も楽しかったです。とっても充実してて毎日幸せでした。ここにスタッフとして来てみて、はい、どうですか？パソコンとか最初慣れなかったんじゃないですか？はい、もうびっくりしました。こんなに情報共有できるんだと思いました。あれは初ツアーは、いつ予定されてましたっけ？9月からの学校交流公演にツアーマネージャーとして付かせていただく予定です。じゃあ最後に、はい、秋に向けて何か意気込みがあれば聞かせてください。はい、学校の行事ってすごく一生の思い出に残るものだと思うので、公演が、できるように私にできることを精一杯やって、メンバーの方が思いっきり演奏できるようにサポートしていけるように頑張りたいと思います。熱い。ありがとうございます。ありがとうございます。池山空美さんでした。ここまでね、制作さん3名ご紹介してきましたが、続いて、はい、宣伝部の方に行きたいと思います。行きたいと思いますよ。エリカさんです。はい、こんにちは、よろしくお願いします。お、見てください、ほら鼓動のホームページが、あ、映っている。誰ですかこれ？これは誰ですか？ジュンピーです。はい、私ジュンピーこと時代ジュンでございますよ。はい、宣伝部の上田エリカさんです。上田エリカです、よろしくお願いします。お願いします。宣伝部ということですけれども、宣伝部ではどんなことされているんですか？主に、鼓動の魅力を外に発信するお仕事 ではテレビとかラジオ、新聞雑誌、ウェブなどの取材の調整をして、そしてこの鼓動サイトなどの SNS の管理をしてます。中の人です。中の人ね、はい、中の人やってます。なるほど。鼓動のインスタグラムのアカウントもありますよね。うんうん、それで結構何ですか、舞台じゃない、ちょっとプライベートな私たちの日常みたいなのを流してますよ ね、ライブ配信したり、はい、じゃあ過去のインスタグラムのものとか流してみましょうか。はい、それでは過去の動画をご覧ください。
や懐かしいですね。いろいろな動画ありましたね、はいはい、まあ、これからもいろいろな動画配信をお楽しみにしてください、はい、楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、それでは次に行きましょうか、はい、こっちのエリアに潜入してみましょう、はいはい、それではチケットサービス担当の方にお話を伺ってみます。こちら吉田千恵さんです。よろしくお願いします。お願いします。チケットサービスとはどんなことされているんですか？鼓動の会の先行予約や一般発売のチケットの管理をしております。そうなんですね。あれ、そういえばこのチケット係の3人とも佐渡島出身ですよね。そうなんです。あの、実はあれなんですよ、あの鼓動は佐渡にあるので、あの佐渡の方が多いんじゃないかなと思われるんですけども、意外と少ないんですよね。そうですね、はい、今 5,6 人ですね。そうですね、鼓動80人ぐらいいる中でも、はい、貴重な、はい、貴重な佐渡出身スタッフということで、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お世話になってます。さて続いて大井清子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こちらではどんなことをされているんですか？ここは鼓動の会という組織、鼓動のファンクラブがありまして、私は友の会と講演会の担当をしております。鼓動の会は本当にファンの皆様と鼓動をつなぐ会でございますので、どなたにでも入っていただける会です。年4回発行しております。2月、5月、8月、11月が発行日になってます。はい、会に入っていただきますと会員証はこんな形で綺麗な可愛い、可愛い、去年の宿根木公園の絵を写したものです。はい、実はですね、こちらの大井清子さんは女子マラソンの日本で最初の記録を樹立されたと聞いておりますけれども、はいはい、まさに女子マラソン界のパイオニアだと。はい、否定しません、はい。そしてあれですね、本当だったら開催するはずだった東京オリンピック2020 の、はい、聖火ランナーも応募されて、はい、そして選考が、はい、通りました。あ、すごい嬉しかったです。本当に自分で書いて応募しましたので。そうなんですね、はい、へ、来年また、うん、本当に皆さんで盛り上げてね、盛り上げて、はい、オリンピックを日本を盛り上げていられたらと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、では続きましてこちらの部屋に潜入してみたいと思います。失礼します。見てください、皆さん、鼓動グッズがたくさんございますよ。さて、こちらはどんな部署でございますか？自己紹介も含めてお願いします。はい、こちらは販売部で、私草ゆかと申します。はい、ゆかさんで販売部でございますよ。少し販売部の説明をよろしいでしょうか？はい、販売部はですね、年間を通してツアー会場とか、あとは鼓動のオンラインストアで、はい、販売するグッズの企画や制作を行っております。なるほど。どうやってグッズを作ってるんですか？ですね、もちろん販売部内で相談をしながら進めてはいくんですけれども、はい、あとは演奏者の皆さんとか他のスタッフの皆さんのご意見も伺いつつ、お客様に喜んでいただけるような商品を頑張って開発しております。なるほど、鼓動グループみんなで商品を開発しているということですね。はい、そうです。なるほど。もし皆さんもどんな商品が欲しいとかありましたらですね、どこに言えばいいんですかね、コメント欄ですかね。そうですね、はいはい、コメント欄にいただければと、はい、思います。そして楽器も売ってるんですよね？はい、そうです。こちらがですね、おすすめの鼓動オリジナル楽器のチャッパ五寸。なるほど。とあとはこちら、斉藤 H モデルの三宅のバチなど。あ、そしてこっちは、こちらがですね、三留智博モデルの締め太鼓用バチも販売しております。なるほど。僕はこのチャッパもね、僕実際にね、この販売部で購入いたしました。あと CD とかもね、最近出ましたね、はい、そうなんですよ。名誉団員の藤本陽子と鼓動が一緒になって作成いたしました夢のうつつという CD が、10月の16日まで先行販売を行っておりますので、詳しくは鼓動オンラインストアをご覧ください。そしてじゅんさん、着替えましたね、はい、これ何ですか？
こちらはですね、古道の新作 T シャツとなっております。この、ですね、ターコイズの色とあと後ろの奏での太鼓がデザインされております新しい T シャツです。はい、こちらもオンラインストアでお買い求めいただけるんですよね。はい、あとはツアー会場とか、はい、あと茶道島内ですと太鼓体験交流館などでもご購入いただけます。はい、着心地抜群でございますよ。はい、それから EC T シャツもね、まだまだ販売してますよね。そうです、あの今年は、はい、世界中の皆様からデザインをご応募いただきまして、その中から選ばせていただいた新しい形の T シャツとなっております。はい、きっとすごくかっこいいデザインになっていると思うので、皆様お買い求めいただければと思います。はい、はい、それではね、こちら販売部の草ゆかさんでございました。ありがとうございます。だんだんお腹空いてきましたね。お腹空いてきました。なんかいい匂いがしてきましたよ。はい、こちらに潜入してみたいと思います。いつも私たちの昼食を考えてくださっている高津真理さんです。こんにちは、いつも古道村の昼食メニュー考えています高津真理です。はい、もうね、我ら古道の母と言っても過言ではありません。私たちの血と肉、はい、血肉となるね、食事を考えてくださっているんですけれども、何かこの古道の食事を作る上で気にしていることとか気をつけていることなんかございますか？古道には一人暮らしの方も多いので、なるべく野菜多めなメニューになるように心がけています。なるほど、僕もね、一人暮らしをしているんですけども、肉を食べたいって思っちゃうんですよね。はい、なので盛り付けにも工夫していて、肉だけを取らないように、肉野菜っていう風に、はい、ミルフィーユ作戦と呼んだ盛り付けをしています。ミルフィーユ作戦、素晴らしい作戦ですね。いや、野菜大好きですよ。今日は古道村で採れた野菜も使って料理するんですよね。はい、今日は古道村で採れたニラとかニンニクを使ったプルコギのメニューです。プルコギ、すごく美味しそうだ。もうお腹減ってきちゃいました。美味しいですよ。ちょっと調理してるところを見ても大丈夫ですか？はい、どうぞ。失礼します。こちらがいつも私たちの料理を作ってくださっている食刀シスターズの皆さんです。こんにちはちょっと失礼いたします。わ、こちらは何ですかね？サラダを作ってくださってるんですかね？春雨サラダです。春雨サラダ、はい、半端ない量ですね。はい、ちなみに今日は何人分？今日は約50人分の昼食作ります。50人分ですか？見てください、こちら大好きなお肉でございますよ。こうお肉何キロ使ってますか？今日は6キロ使います。6キロ、はい、ちなみにお米は何升炊いております？今日は3升炊きます。いやー、でもそれが3升ですか？はい、それがペロッとね、僕ら食べてしまうんですもんね。はい、いや、食費は凄まじくかかりますね。そうですね、でもみんな残さず食べてくれるので、はい、とっても献立も立てがいがあります。なるほど。いや、このキッチンのいい香りをですね、はい、皆様にお伝えできないのはすごく残念ですけれどもね。はい、はい、まあプルコギと春雨の完成を待ちましょうか。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらが古道の舞台部となっております。はい、舞台部に潜入してみましょう。はい、早速行ってみます。失礼します。失礼します。お仕事中ですよ。お仕事中です。ではこちらに舞台部の今貝和樹さんです。おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。少し舞台部について質問してもいいですか？いいですよ。ありがとうございます。行きましょう。舞台部のお仕事を少し説明していただいてもよろしいでしょうか？はい、舞台を支えるセクションですね。はい、うちら基本ね、朝入ってそのまま夜本番なの で、 そうです、ね、スケジュールきついんだけど、はい、照明とかね、音響とか、はい、それぞれのセクションが、まあ、うまく仕事して本番に間に合うように、はい、まあ、そういうのも仕切って動かすということですね。はい、なるほど。はい、本番中はちなみに本番ですか？はい、一番大事なのはあれですよね、やっぱりドンチョを上げるですね。キューを出してね。はい、どのタイミングでドンチョを上げるかとか、うん、そういうのも結構こだわったりされますか？まあでもそれはあれでしょう、やっぱり一緒にね稽古を作って見てたらね、はい、演奏者とかみんなの
様子で、はい、その気持ちここっていうのってなかなかね一緒にいないと分かんないから、はい、うん、そういう気持ちでこう一緒に同じ気持ちでね、はい、上げれたらいいなっていうのは気を心がけてますけどね。なるほど、はい、やっぱりあれですね、表に立って太鼓を叩く人たち、まあ、僕らとあの裏方ですごい支えてくださってる人たちのやっぱ気持ちは一緒なんだなってやっぱり改めても思いますね。そうっすよね、いつもありがとうございます。いやいや、あと和樹さんといえばやはり段取り何でそこでやっぱりこう本番を迎えるまでの段取りを僕はあの和樹さんにすごい教わったんですけれどもいかがですか。はい、いやまあね、いや要は調整しないとね、はい、大変じゃないですか。そうですね、みんなやりたいようにやったらな、はい、あの舞台にも大変だし、強めさんやりたいっていうのは自分たちリハできないし、まあ、そこは交通整理っていうことですよね。はい、あとは、まあ、要は自分が楽したいんで、はい、休憩したいじゃないですかみんな効率よく、はい、そこをうまくやらないとね大変だから、はい、和樹さんとはあの秋から鼓のツアーで私一緒なんですけれども、そうっす、久々ですね、はい、気合い入れて、はい、準備してますんで、よろしくお願いします。段取りバッチリで頑張ります。ありがとうございます。舞台部の今貝和樹さんでした。ありがとうございます。続きましてこちらですね、失礼します。失礼します。おはようございます。こちら新井滝さんです、よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。ここでいいんだよね。はい今どんなことされてるんですか。今はですね、劇場さんに送る資料作ってます。はい、演出担当から出てくるこういうキャスト表みたいなんですけど、これをもとにこの曲ではこういう楽器をこのぐらい置きますよという楽器配置図を劇場さんに送って、例えばこの幕を使いますとか、ドンチョを使います、後ろの大きな幕を使います、あとはこういう台を貸してくださいとか、そういう打ち合わせをするための資料ですね。ちなみにこの曲分かる人は分かると思うんですけど、確かにあれです、あれですね、この曲あれですね。であとですね、これでこれ単なるあの我々の単なるこだわりなんですけど、はい、こういう楽器のこういう、まあ、アイコンと呼んでるんですけど、こういうのパッと見普通の丸ですけど、ズームしていくとこういう模様も入ってるんですね。こだわりがすごいですね。今これ図面に入れると単なる黒丸になっちゃうんですけど、はい、こんなの使って劇場さんに渡す資料を作っております。あと舞台部さんはですね、トラックも運転してくださっていて、楽器を運んでくださってますね。はい、交流公演の時は、まあ、あの演奏者の人数少ないので、はい、まあ、我々トラックを運転するんですけど、ワンアースツアーの時は演奏者を乗せていくバスを運転して、はい、たけしさんはあの秋からは何のツアーですか。交流公演です。あ、じゃあ千尋と、はい、私と一緒です、はい、あ、一緒か、はい、お願いします楽しみですね、はい、はい、ありがとうございます。舞台部の新井滝さんでした。ありがとうございました。はい、ここまで鼓動の舞台に関することをご紹介してきました。はい、はい、実は鼓動グループ多田交換という施設も運営しておりまして、はい、佐渡太鼓体験交流館、略してタタ交換、ぜひ今日はこちらもご紹介いたします。はい、じゃあ早速ね、はい、行ってみましょうか。はい、はい、行きましょう。失礼します。こんにちは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 。お疲れ様です。まずはじめに自己紹介お願いします。はい、ここで太鼓体験講師をやっておりますサミーちゃんこと宮崎まさみです。そして同じく太鼓体験講師のヨネちゃんこと米谷智博です。はい、サミーちゃんとヨネちゃんですね。いいやだな。みんな元気いいね。出ました。こちらタタ交換の YouTube で上がっておりますどんどんブーのあのオープニングですね。はい、オープニングでございますよ皆さん検索してくださいね、はい、概要欄に、ぜひ、はい、ということなんですが、はい、多田交換とはどんなことをやられているんでしょうか。多田交換ではあの一般の方々の観光で佐渡にいらっしゃった方々がこちらで太鼓を体験、楽しく太鼓を叩いていただくという施設になっております。はい、そしてここ、鼓動グループの中でも鼓動文化財団が運営をしておりまして、はい、その文化財団何をしておりますかというと、まあ、公益財団法人なんですね。あの公益活動をやっております。そんな中で
エクサドン事業ですとか、はい、まあ、ワークショップ事業が主ですね。うん、そういうことやってます。なるほど。あの修学旅行も、修学旅行生もこちらにあの来ることがあるんですよね。はい、そうなんです。新潟県内の修学旅行生が年間約3000名ほどこの多田交換で太鼓を体験してくれます。はい、でこの秋からどん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 来ます。どんどん修学旅行生たちがこの多田交換にやってきます。先ほどエクサドンというふうにおっしゃってましたが、エクサドンってどういうものなんですか？エクサドンはエクササイズと太鼓の音ドンをサドでつないだエクサドン。エクサドンってそういうことですね。なんか3つかかってるんですよね。エクササイズとサドとドンドンドン、エクサドン。あ、そうなんですね。どういった方が対象なんですか？対象はもう老若男女、もうどなたでもです。もう日本人じゃなくても全然、皆さん海外も、日本、ね、地球に住む全ての生物、対象は全ての生物、ね、まあ主に人間ですけど ね、 そうそうね、太鼓を叩いてみんなで一緒に楽しく太鼓を叩いて幸せになろうっていう、そういう活動なんです、はい、そうなんですね、はい、いいですね。僕らももしかして今日太鼓体験ってできたりするんですか？もちろん。いいんですか？やっちゃいますか？やっちゃいますか？いいですか？それじゃあ早速ホールに行ってみましょう。はい、はい、行ってみよう。イエーイ。せーの、せーの、せーの。のご紹介でした。古道の本拠地に潜入ということでお届けしてまいりましたが、はい、皆さんいかがでしたでしょうか？はい、いろんな人にお話聞けましたね。そうですね、はいはい、私たち自身もこうして番組を作ってみて、本当にたくさんのスタッフの皆さんが公演の制作に関わり、そして支えてくださっているから、私たちはお客さんの前で演奏ができるんだなということが改めて分かりました。今はですね、なかなか皆さんの前に立つことが難しい状況となっていますけれども、はい、またね、元気な姿を皆さんにお見せできるように、古道一同一丸となって準備を進めていますので、ぜひね、楽しみにお待ちください、はい、アースセレブレーション2020、まだまだ見逃せない企画盛りだくさんでお届けしてまいります。それでは、古道の本拠地に潜入でした。